はい、どうもこんにちは、チャリです。恐竜とスタンプと激しバット、旧スタンプ目をやっていきます。今回はなんだっけな、ブクブク深海の、まあ、続きをやっていきます。それでね、今展開がねめっちゃやばいです。まあ見ての通りです。もうピーチがねコインをありえないほど持ってる上に、もうこうやってスターをゲットする。もはやもう積みゲーですわ。展開的にもう今積みゲーです。まあ正直言って今やる気がないっていうか、やる気がないって言ったらまあこれが進めないから、まあやりますけど。とりあえずピーチにね、あの運が行き過ぎなんですよ。おかしいですよこれ。これはおかしい。誰に使う？おお、自分に使った。おお、とりあえずね、誰かピーチを狙ってくれって感じです。で、負けたらね、やり直しですね、これは。はい。あー。てか、これ、縛りプレイじゃなくても勝てないって感じがし、もう、これ、縛りプレイじゃなくても勝てない気がする。ほら見ろ、またドンキーが。で、使わなきゃもう縛りのルール上ね、使わなきゃなんないから。ほら、こんな風に、ならざるを得ないっていう。いけー。あー、ダメだ。もう一丁ね、ギャンブルマスに止まって、コインを倍にするっていうね、方法もあったんですけど、無理っぽうです。はい。無理ゲーです、これもう。誰か、チャンスマスに止まってくれ。負け確定です、これ。このままだと。おい！オーケー！こうやってミニゲーム勝つのもほぼ無意味だっていう。ピーチが勝ってしまうから。あー、どうにか誰かチャンスマスに止まってくれー。ウェイ。壊れそうだ。壊れそうな何か。あー、だからハプニングマスに止まんないでくれって。あー、これやばいやばい。もう縛りプレイじゃなくても勝てない展開。これはマリオがスタートったかな。20。さあどうだ。何やってるマリオ、何がしたい？マリオは何がしたい？まっすぐ行けばスター取れたぞ。おい。おい、何してる？おい。おい、マリオ、お前何がしたい？お前何がしたいんだ？主役だろ？何がしたいの？はい、そこダメ。キーマンなきゃ意味ないんだって。マリオ、何がしたい？マジで。君何がしたい？おお、逆さまかい。いけ。どうしようかな。間違えた。アイテムないのに見てもしょうがない。上行きましょう。ここは唯一アイテム取れるところにかけましょう。いいえ。おお、スター用系ランプがあった。逆さまか。あ、いいねいいね。さてどんな風に来るかな。ドスンパズル、ドスンパズルはね勝ちゲーですね。まあよっぽどのことがなければ勝ちゲーです。
9スタンプ目にしてはもう負けてしまうのか。あー完全クリアするのには結構時間かかるぞこれ。まあやりますよ、自分が決めたことですから。やります、最後までちゃんとやります。負けてもやります、やりますぜ。いけーよー、おいー、あ、まずいまずいまずい、おいブロック、おいおい、さて、あー、もう連鎖できん。オッケーオッケー、もうちょっともうちょっと、あーあーあああ、あ、だからなんでさ、だからピーチは勝っちゃダメなんだって。もう完全にね、展開的にピーチに行っちゃってます。これおかしいでしょ。どう見てもおかしい。もうピーチのためのゲームって感じです。そこでキーマンか。あー誰か本当にね、あのビッハプニングマス止まってくんねえかな。ハプニングじゃねえ、チャンスマスだ。おお、そうだマリオ1を出せ。スターになれば、僕はねスターを持っていないから、はい、安心して見ていられるわけですよ。結局ピーチ以外のやつがスターを取ってしまえばいいだけの話です。いけー、ダメだー、いらねー。さてとドンキーがどこまで行くか。うん、え、あ、それはないか、さすがにないか。おっと、て、決闘になったぞ。まさかの決闘だぞ。おい、かけすぎだぞ、おい。やめろって、ビリキューコースター苦手なんだよ。おい、もうこれ完全積みゲーだろ。完全に積んでます、これ。あい、ダッシュ版踏ませろや。あい、ビリビリ落ち。ダメだろ、これもう。これ苦手なんだよ。おい、あ、ダメだろ、これもう。ビリ級コースターになった時点で無理ゲーです、これ。マジでやめてくれ。もうスーパーキノコいらんから。一発にかけます。はい、キノコ、キノコじゃねえ、スターが移動しましたと。なんでそっちに行くのかな。ハプニングマスにでも止まらなきゃないわ。さて、狙わないで止まればいいわけだから。おっと、来たか、これ来たか、はい、ハプニングマスじゃねえ。ビッ、ね、なんだっけ、チャンスマス、チャンスタイム、一発にかけます。何を、スターでしょ、もちろんスターでしょ。ラグに注意、ラグに注意、スター2個の時にやればいい。さ
さあ、2個の時だな。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 オッケー、こ、来た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 、オッケーオッケーオッケー、なにこれ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 サプライズなにこれ、すげえすげえ本当にすげえ、やべえ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 、一気に1位になっちゃった、やべえこれすげえこれすげえぞ、本当にこれがマリオパーティーです、はい。やべえ本当にマリオパーティーは何が起こるかわからないですね、はい。やべえ、これすげえわこれは自分でもすげえわカオスカオスカオス、あう、うひへへへへへ、でもあえ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 はい。ああ、もう楽しいわ。あ！さっきまでのネガティブはどこに行ったって感じです。さてと、まだ勝てるでしょ、これは。よし、OK。はい、終盤に来てのも、はい、見事な逆転です。これならね、もうピーチのコインの多さは関係ないです。ラスト2ターン。もう何もすることできない。なんでミニクッパ？ちょっと待てよ。おいおい、何をして何がして何がして、お、横取りか。ビビった。なんで横取り買うの？今更横取り買ってもしょうがなくない？さてと。まあ、止まりましたと。オッケー、スタートだ。はい、スタートに戻される。やべ、これはいろんな意味で嬉しい。嬉しい以外に何もない。10、2回もか。嬉しすぎて逆に言葉が出ないですね。これはね、ミラクルだ。今更テレオケスプレーか。てか自分以外みんなテレオケ持ってんですね。さて何を使おうかな。ここは、まあ、クッパの元でも使いましょう。1は出んなよ。1は出るなよ。わっぶね超危ない。5号木馬か。よし、勝ったな。はぁ、ちょっと、結構安心してる。これぞマリオパーティー。何が起こるかわからない。何度も言うようですが、本当にそうです。マリオパーティーやれ込んでるからね、やっぱり。やっぱりやれ込んでるからには勝ちたいですよ。はい。さてと、一番前に出たかな。よし、オッケー。ちょっと落として。よし。抜かされんなよ、抜かされんなよ、抜かされんなよ。これちょっとまずい、ちょっとまずい、ちょっとまずい。オッケー。こうやってリプレイにしてみると結構リードがあるもんですね。
さて1位と。あー次でラストターンか。このまま何もなければ多分勝てます。でこれは何がしたいん？ピーチは何がしたいの？これでテレオケスプレー2個になったところでな誰もテレサから奪いに行く人がいないっていうわー最後もスーパーキノコか。なんだかんだねもう16分経ってんだ。早いな。まあ、今回はこれでラストターンなので、まあこのままちょっと長くなるようですが行かせてもらいますで、こう使って自分に使ってね、まだびっくりハプニングじゃない、なんだっけ、チャンスマスに止まるのも嫌なんで安全に行かせてもらいます。別に自分じゃなければ誰にやろうが一緒なんですけどね。よし。はい、これで平和に終わる。きちんとお片付け。さーてと、またコンピューターがなんかやらかしてくれんのかな？ちょっと集中と。マリオ、リージ、ワリオ。全然覚えてません。まずい。覚えてるやつが最初から置いてあるんで、はい、まずいです。まずいです。正直言ってまずいです。まずいです、これ。コンピューターのちょっとね、参考にしながらやるしかないです、こういうのが。で、いいのかな？多分違うな。あ、バッカ！バッカ！間に合わなかったし。あ、しかも違うし。どっちにしても違うか。嘘だろ、変えなきゃパーフェクトじゃん。まあいいや、どっちにしても勝ったし。で、勝ちましたと。えい、結果発表。おそらく勝ちです。しかし悪魔はここに潜んでいた的な展開になれたらちょっと嫌ですね。スターの数を決定しましょう。皆さんのスターの数はこちらです。次にコインの数を見てみましょう。皆さんのコインの数はこちらです。では、ボーナススターの発表です。まずはミニゲームスター。ヨッシーです。よし、これか、よし、これもう勝ち決定だ。コインスター。これはピーチ。もう決定ですね。最後にハプニングスター。まあ、これは止まれそうにもないので、はい、やっぱりピーチです。さあ、優勝は誰か。それはもう分かってますよね。はい。そうです。はい。優勝は。はい、ヨッシーです。よーし、勝った。いやいやいや、積みゲーになるかと思えば、まさかの逆転です。最後にね、大波乱を見せてやりましたよ。結果的にね、
ターを2つ引き離すことができました。ミニゲームスター案外余裕で勝ってんだ。まあクイーンスターは余裕で負けてると。ハプニングゼロさすが縛りさてと、もう時間も時間なんでさっさと行っちゃいます。 S ランク、この縛りで S ランクにできることは結構自分的にもすごいです。はい。さてと。じゃあね、ここで、一旦終わりにします。次は、なんだろうな。まあ、この先からやっていきます。それでは、終わりにします。ご視聴ありがとうございました。